こんにちは。はい、さあ豊さん、今日はどこよりも早い開幕オーダー予想は巨人と楽天です。はい、難しいな。どっちが何が難しい。いや、巨人も楽天もこれ難しかった。どっちもですか。うん、おお。じゃあその難しかった両方のうちのまずセリーグ巨人からいきたいんですが、はい、どこが難しかったんだろう。いや、やっぱね、並びなんだよ。あ、並びか。うん、そうか、並びが難しい。どういうふうに並ばせていくかってことなんですね。うん、どうにもならない部分があるんだ。どこだろう。じゃあ、あのね、はい、結局左バッターが多いんだよ、両チームとも。ああ、そういうことで、うん、左が続いていっちゃうから。そうそうそう、まあ、そういうところでちょっと苦しいんだけども、はい、まあ、俺が苦しむことじゃないけど。そうですね、しかもこの時期から。そうそうそう。まずはそうだ、大変なんだよお前。そうですね、はい、じゃあまず1番です。はい、1番、うん、セカンド吉川。吉川選手1番、もうね、定着してほしいよな。そうですね、やっぱ1番バッター向きなんですか、2番とかという。まあ2番でもいいや、まあ、あの1、2番のタイプだよね。うん、そうですよね。だからまあ1番を打ってほしい。これはなぜかというと、門脇に2番を打たせたいからっていう。2番を門脇選手にしたい。うん、まあいろんなことができるからね、門脇も。まあ、昨シーズンね、本当に中盤後半に、ね、差し掛かるにつれてバッティングがすごい良くなってきて、だから1番門脇でもいいんだけどさ、まだちょっと未知数な部分がバッティングではあるよね。はい、だからこれが相手が吉川と門脇を迎えた時に、うん、吉川の方がいやらしいでしょ。はい、まだ、うん、実績もあるし、うん、だから吉川を1番にした。お、分かりました。はい、じゃあ吉川選手、門脇選手、はい、3番です。ね、3番サード坂本。うん、うん、そうですね、ここはもうね、うん、はい、いろんないです。で、まあ、4番はファースト岡本。ここも特に何もないですね。うん、これで全部内野手を使い切ってそうですね、だからいかに内野が優秀かということだよね。そうですね、うん、1から4まで、はい、で5番です。5番はセンター丸。お、丸選手帰ってきました。はい、はい、うん、これ5番に置いたのは、まあ、6とか7とか。やっぱまあ実績と、まあ、キャリアだよね。ここは例えば大城選手とかではないんですね、5番は。うん、まあ、大城は6番というね。それはなぜなんですか。キャッチャー負担ということもあるし、うん、まあ、大城でもいいんだけど、一つやっぱまだ丸の方が上だよ、うん、バッティングは。まあ、いくらその全盛期からはと考えたとしても、うん、やっぱりそこはそうなんですね。そう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 。で、6番が大城選手。まあ、大城ですね。うん、はい、で、7番です。あ、ライト梶谷。あ、帰ってきた、ここも、うん、はい、これ梶谷選手を持ってきたのは。いや、梶谷1番でもいいんだよ。そうですよね。で、吉川を7でもいいんだよ。うん、これはどっちでもいいんだと思うけども、うん、でも阿部監督はどうだろう、吉川をやっぱり1番で使っていくと思うよ、最初は。うん、で、あんまり1番の適性を持ってる選手っていうのはちょっと少ない感じがするよね。まあ、門脇はいいと思うけども、うん、はい、だからまだちょっとね、未知数な部分があるって言ったじゃない。はい、だからちょっとあれなんだけど、これ丸選手、昨シーズンはライトに変更っていうのもありましたけども、うん、今シーズンからセンターに戻してっていうことなんですね。まあ、そうだね。じゃないとセンターいないんだ。あ、そっか、抜けちゃったんですね。うん、そっか。で、8番です。まあ、レフト秋広。うんうん、まあ、昨シーズンのやっぱり、いや、だから困るのが5番からずっと左なんだよだから右がいないんだよ。右っていうと、だからオコエ選手。まあ、オコエとか、うん、まあ、萩尾っていうのにさ、ちょっと期待してるんだけど、そういう選手が入ってきて活躍できれば、ちょっと変わってくるよね、雰囲気が。そうですよね。まあ、だけど今のところ考えられるのはこういうオーダーなんだけど、はい、5番から8番まで左が並ぶというね。結構そうです。そうすると相手ピッチャーとかね、うん、当てやすくなりますね。いや、それもちろんそう。まあ、ただその大城も梶谷も丸も左剣だからって、うん、そう嫌がるタイプではないけどもね。まあまあ、そっか。まあ、だけど変則が来られるとさ、はい、やっぱちょっと困るよな。あと秋広選手は昨シーズンやっぱその中軸を打つっていうところで固められてましたけど、うん、今シーズンその開幕に当たってこの位置っていうのはまだこの位置からスタートだよ。もう一回というか、もう一回ね。だって入れるか、坂本岡本丸の中に。なんかちょっと丸選手のところにはちょっと入れてくださいみたいな感じで。いや無理。やっぱちょっとまだ早いような気がするな。そうか、うん、キロ選手はじゃあオーダーとしては8番からっていうところですね。はいはい、で、開幕はもう東郷だよね。うん、まあ、そうですね、はい、ここはもうこうなりますね。うん、さあ、では楽天いきますが、はい、楽天はオーダーを決める上ではやっぱりその左っていうところ。まあ、そうだな、うん、まあ、左と誰をどう使っていくか、どこの打順にするのか、
まあ、仮に辰巳っていうのが一番にするとまた全然変わってくるし、あ、だからまあそこら辺でちょっと辰巳の適性っていうのを見ると、はい、まあ、一番ではないなっていうような感じもするし、だとすると豊さんが理想の開幕一番っていうのは小深田、セカンド小深田、セカンド小深田選手、はいはい、おお、はい、でそこと1、2番組むのはショート村林、あ、村林選手、これは変わってもいいんだけどね、はい、でもどちらかというと小深田の方が、うん、まあ盗塁の技術もあるし、まあ盗塁を取ってるしね、はい、だから、まあ、1番を打たせたいなという、うん、はい、で3番がライト大郷、昨シーズン成長しましたけど、はい、まあ、やっぱりこういいバッティングしてるし、はい、コブちゃん大郷のコンビでチャンスメイクをするっていうのは昨シーズン結構あったんだけど、うんうん、はい、まあ、村林をかましたけどね、これ間に入れてきたのはこれはやっぱ小深田の1番としての適性だよね、あ、そこれを見て、そっか、はい、でこれで 1,2,3 になったってことなんですね、はい、まあ、4番はもうね、まあ、DH、はい、浅村、 DH で浅村選手、はい、はい、で5番にレフト島内、5番、まあ、頑張って、まあ、今年はやるだろう、やってほしい、 やらなきゃですよね、もうやらなきゃいけないしね、うん、うん、で6番にセンター辰巳、まあ、ここが辰巳選手がやっぱ一番で迷ったっていう、いや本当はね身体能力とかいろんなことを考えると1番も打てるんだよ、うん、でも1番タイプではない、どちらかというと勝負を決めたがるタイプなんだよね、打順の中ではランナーがいて打ちたいタイプだと思うんだよ、はは、だから1番ではなくてってことですね、適正としたらね、まあ、昨年の1番打ってる姿とか、うん、逆にこう下位に下がって、うん、まあ、こういう打順を打ってる時とか、はい、比べた時にやっぱり生き生きしてたのは中軸のちょっと下を打つぐらいの、本来だったら3番打ってほしいんだけどね、そうなんですね、うん、だけどちょっと安定性に欠けるっていうところもあるし、まあ、だんだん良くはなってきてるけどもね、まあ、でも6番でもいいと思って6番で辰巳選手、はいはい、で7番、7番はファースト阿部マスター、はい、おー、まあ、勝負強さっていうのもあるし、はい、今年はより慣れてくるかなっていうような感じがするよね、まあ、昨シーズンから、まあ、加入という形になりましたけれども、まあ、そうだね、うん、だから、まあ、マスターが勝負強さを発揮してくれたら、うん、まあ、ここら辺にいるといやらしい選手になるよね、うん、そうですね、はい、8番です、サード鈴木、おー、大地、はい、鈴木大地選手、はい、うん、まあ、ここら辺はね、いろんな選手が入れ替わり立ち替わりするポジションだというふうに思うけどもね、うん、はい、まあ、安定的に言えば鈴木大地かなっていう感じがするよね、そうです、もうベテラン、安定感を考えるとね、そうですね、はい、で9番、9番キャッチャー太田、あ、太田選手、はい、はい、うん、まあ、炭谷がいなくなって、うん、やっぱそれはもう太田にしっかりしてもらわないとさ、うん、そうですね、まあ、安田っていうのもいるけど、はい、まあ、開幕ってなるとやっぱ安定感のある、うん、やっぱ太田かなっていうふうには思うね。で先発です、先発は岸、お、もうベテランの岸投手が行く、まあそうだな、まあ、それ則本投手が後ろに回る、もちろんもちろん、まあ、そういうこともあるし、うん、やっぱ例年の働き、まあ、昨年の働き見るとやっぱ岸かなという、うん、まあ、本来だったらマークに行ってほしいんだけど、まあそうですよねそこマークに行ってどうしても負け越すからさ、そのイメージができちゃう、うん、やっぱ負け越すピッチャーをローテーションの柱にはなかなかできないよね、はい、ちょっとマークに失礼だけども、うん、でも結果がそう出てるからさ、はい、ただ岸の場合は勝ち越してるから去年、うん、だからまあ年齢的にはこうね1シーズンフルにずっとローテーションを守ってっていうのは苦しいかもわからないけども、うん、でもやっぱ岸で行くかなっていうような感じがするけどね、なるほど、うん、まあね、巨人と楽天の見ましたけれども、はい、やっぱりここはその、ね、左がずっと続いちゃうだったりとか、うん、ある選手が1番に座るかでまたガラッと打順変わってくるとか、まあそうだな、うん、だから、まあ、辰巳が1番に、ね、なると、うんうん、またガラッと変わらなきゃいけないし、そうですよね、じゃあコブちゃんをどこで使う、村林をどこで使うっていうことになってくるしね、だそこら辺を今井新監督がどういうふうに打順をこう見て、うん、まあ、あの今井監督はやっぱ若いし、うん、まあ、長期制限を与えるとするんだったら、うん、やっぱ何年後かに勝負できるぐらいの打順を組むぐらいにしてほしいな、あ、だからもう本当にガラッと変えて若手を使っていくとかさ、うんうん、だからそういうことをやってもいいだろうし、うん、だから若くてあの年齢で監督になるわけだから、はい、監督としての成長も
していってもらわなきゃ困るし、うん、だからこのオーダーがもう全然違うかもわかんないよ ね将来を見据えてね、まあ、そっか、だから巨人も楽天も、ね、今シーズンから新監督が指揮を振るというところで、はい、まあ ね、その両監督はこういう風なちょっとスタメンオーダー、うん、組んでくるのか、またガラッとね、豊さんたちがガラッと変えてくるのか、まあそうだね、まあ、巨人の場合はね、うん、左がやっぱこうずらっと並ぶ打順にどうしてもなるからさ、そこを阿部新監督がどういう風に考えるかですよね、うん、まあ、だから右の若手が出てこないといないですね、右が貴重になってくるから、右の若手はじゃあこれはチャンスと捉えて、巨人の選手はチャンスだぞ、右バッターはね、そうですよ ね、はい、はい、で今日は巨人と楽天の開幕オーダー予想を見ていきましたが、はい、次回はヤクルトと西武の開幕オーダー予想を見ていきます、はい。